養護老人ホーム和光園に理髪店が登場。長めの方がいいですか？長めですね、はい。日南市内の理髪店員14人が地域貢献のボランティアとして高齢者の髪をカットしてあげました。9月の第2月曜日は全国理容ボランティアの日。この日に合わせて日南理容組合では10年ほど前からこの活動をしているそうです。和光園の入所者は50人、平均年齢87歳で最高齢は99歳の方がいます。散髪が済んだ人は嬉しいです、はい、心身ともにさっぱりします。昨年も多分来てくれたのか、助かります。敬老会がもうじきありますので、その前ということで皆さん心待ちにされてます。で今回はもうこんな人数いっぱい来ていただいて、そして散髪しながらコミュニケーションを取らせてもらっているので、それもまた利用者さんにとってみればすごく楽しみの一つであると思います。理髪店の人は自分たちの技術で、地域でこう貢献ができるとやっぱり、仕事としてもやってきてよかったなというところあります。この日は28人の入所者がカットをしてもらい、さっぱりした表情を見せていました。